こんにちは。こんにちは。縦中流落書き部特別編、はい。今週も加藤先生をお招きした回でございます。はい、そうです。今日はね、加藤先生の普段何をされてるのかなっていうのを聞いてみたいなと思います。うん、はい、というのもね、もうバンバンツイッターに絵が上がってるんですよね、うん、解剖図がね。こ、うんうん、れは、いかに生み出されているのかみたいなこととか、うん、先生がちょっと、この場を借りて言っときたいことがあるよとかだったら、ちょっとね、もう公共の電波をお借りして。はいはい、ちょっと加藤先生の iPad いいですか？はい。今ね。それですよね。あの、タグは1日1金ですか？はい、1日1金って書いてますね。うん、ああ。特にあの、すごい。なんていうか、あの、電車とかの移動中にも、あの、イラスト描くことが多いんですけど。これ電車の中で描いてます。ああ、そうです。揺れながら。で、あの、これね、前、家にね、いっぱいあの、筋肉の模型があるんで、うん、これをね、トレース、写真、朝、バシャって撮って、うん、で、トレースして図にしてるんです。結構古い模型なんで、100年ぐらい前の。あの、うん、売ってるのはあれですよ、最近の。はい、あの複製品なんですけど、はい、なんかね、解剖の教科書とか使われないんだけど、なんかこだわって作られてるので、なんかできないかなっていうので、その、日課代わりに日課絵描いてるって感じですね。すげえ。でもこれ実際なんか20分ぐらいとかなので、電車でも。うわ。そんなに時間かけてないんですよね。あとね、トリミングですね。どっからどこまで描くかって結構、うんうんうん、構図と問題とかも関わってくるんですけど、ほら、バストアップの絵だけでもどこまで描くかって結構あると思うんで、うんうん、そういうののちょっとトレーニングも兼ねてます。で、前からね、要望としてね、上から見たのとか、下から見たのってどうなってんですかっていう図が欲しいっていう人も おられたりとか、あとこういう感じですね、パースがこうギュッとついてくるやつとか、どうすんのっていうのを、うん、模型があるわけですよね。模型だとこう、斜めから撮れて、うん、な風に、ね。ああ、なるほど。へえー。でも、この模型ちょっと変なんで、直すんですよ、ね。なるほど。気に入らないなーっていう、ちょっと輪郭がこの、うん、うん。ちょっとボコボコしてますね。ボコボコすぎだなーっていうとこ直してたりとか、あとは、ちょっと調節が入りますけども。こんな感じで。図にしてます。はい。ただの日課です。ただの。やばい、やばいっす。いえいえ。まあ、一日一金っていうのは、そしたら、まあ、まあ、一日一回トレーニングしてますよぐらいのことで、うん、そうですね。一、はい、金の一っていうのは、どっかの筋肉にフォーカスしてるのかなって思ったんですけど。ああ、なるほど。そういうことでもある。あのね、うん、なんか、一つの筋を描こうとするとね、時間かかるんで、そっちの方が精度高めないといけない。ああ、なるほど。骨を描かないといけないとか、なんか、ずれないといけないようにとかなるんで、うんうん、1枚描いてるっていう意味の1ですね。はい、筋肉図1枚っていう。はい。で、この色分けっていうのは筋のグループ。そうですね、グループでこのぐらいに分けた方がいいんじゃないっていう、これだと範囲が分かんないって方結構いらっしゃるんですよ、ね。なるほど。最初に見た時に何筋っていうのが、うんうん。で、色分けしてあげるとちょっと変わるんですよね。例えばこの赤いのは胸の筋なんですけど、うんうんうん、肩の三角筋っていうの。これ働きがちょっとずつ違うし、ボリュームも違う。うん、で、今度ピンクとこのブルーになると腕のあたりの。はい。これ曲げる筋、肘曲げる筋と肘伸ばす筋なんですよ。うん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 、そういうのとか、あと前腕ね、肘から手首の間めっちゃ筋肉があって、普通の解剖図だと覚えきらないのを、色分けして3つぐらいに分けれるんで、うん、こう、それを色分けして書いてます。うん。なんかこういうのね、たくさん書いてて、まとまるといいなと思ってるんですけど、うん、本になったりとか。おう。うん。毎日私にデータを送ってくださってもいいです。あ、そう、うん、そうですか。うん、あれは、ツイッターに載ってるものはタダでもらっていいんだっけ？ダメだよね。で、ね、勝手に。そう、勝手に、先生の知らない間に。出版が決まった。出版が。いやー、すごい贅沢ですね。いや、でもね、
もう加藤先生の知識は本当に素晴らしいんですけど、私やっぱりね、頭が悪すぎて追いつかないんですよね。何回説明していただいても、また同じことでびっくりしたりとか。新鮮さが。そう、常に新鮮な感じなんですけど、やっぱり、ね、この111禁シリーズは、ある程度範囲が限定されているので、すごく、うん、いいです。これが、またね、腕とか足とかがあると、もう、うん、ああ、全部、あん、うん、ってなるんですけど。なるほど、なるほど。うん。これだとね、だから私はこれはもう胸とお腹の筋肉の感じです。しかも、うん、伸びてる、縮んでる時の感じっていうのを、こう、受け取ったりとかして、こう、私も、毎日の日課として。いや、すごいですね。今まで、一筋のところは、ある筋肉にフォーカスしてますよってメッセージだと勝手に受け取ってたんで、これは後背筋の枝だとかね。はい、受け取っておりましたが。でもなんか、解剖図、医学系の解剖図を流用したのになると、なんか、その、骨に筋肉が一個ペタって書いてたりするんですけど、実際に美術になると、トルソーをこうね、粘土で作ったりとか、はい、スタディしたりっていう感じになるので、範囲がね、中途半端なとこになったりするんですよ。筋肉、どっかトリミングしないといけないみたいな。なので、美術向けのトリミングをちょっとしてる感じですよね、ずっと。陰影とかがまたかっこいいんですよね。そうですか。はい。これはね、幼児さんの写真だな。元幼児さん。まあ、幼児さんもさらにかっこいいですね。なるほど。なるほどですね。模型とこの人のなんか違い、人の方がやっぱり有機的になりますね、トレースすると。有機的、柔らかい。なんていうのかね、曲線が多くなります。なんか人為的に作ったもの、パーンってね、結構、ラインとして引きやすい線になったりするんですけど、そうじゃなくて途中で一回こう揺らぎが入ったりとかする。ああ、へえ。なんか、あれこれどっちだっけなっていうちょっと新鮮さはありますね。でもなんかね、モデルさんにこうやって描いた図とか、なんかいいなと思ってるんですけどね、こういうの。すごい。わかりやすそうな気がするんですけど。我々美術解剖の教員は、めちゃめちゃ複雑で情報量が多いものをどうやって伝えやすくするかっていうなんか、ことを、手この手で探ってる感じですからね。これもなんか筋肉の、なんか筋筋いっぱい書くと覚えらんないから主要なとこだけでいいかみたいな、あと方向が分かればいいかっていうので書いてたりします。はい。そうですよね。美術解剖学っていうのが、爆発的に日本で流行り始めたのって、そんなに昔のことじゃないって、私の中のでは認識がありまして、もちろん昔々から美術解剖学って学問はあったし、本も出てたんですけれども、これほどいろんな人が美術解剖学を一回学んでみた方がいいよねって言い始めたのって、せいぜい10年前くらいじゃないかなっていうふうに思っていまして、じゃあその美術解剖学を学ぶってことは何を学んだら学んだって言えるのかとか、それを何に使うのかっていうのは意外とまだ消化できてないところがあるかなって思ってます。確かに。もう本当にね、これは自分は、その道のプロじゃないのにこんなこと言うのはおこがましいかもしれないんですけども、ちょっと所感として言わせていただくと、昔の資料って、筋とか骨とかがすごくこう、ストレートに表現されてるっていうのか、写実的に表現されている。し、だからその表現するっていうことと知識を伝えるっていうことがあんまり分かれてなかったのかなっていう気もしてて、その言葉が合ってるか分かんないけど。で、加藤先生の絵がどんどん見やすくなっていくっていうのは、どうやってたら使いやすくなるのか、どこを抑えたらいいのかっていうのの取捨選択を加藤先生がある程度わかりやすくしてくださってるんじゃないかなってすごく感じてます。助かりますね。今この最近の資料を見慣れた目で昔出版されていたものを見るとやっぱりね、シェーディングの線とかがいっぱい入っていたりとか、
あの、切り取る部分が、絵としては、そんなに美しくないっていうのかな。うん、この一つのね、グーパンチの絵も美しいですけど、やっぱりそうじゃなくて、あの、仕組みを解説するための図っていう方に主眼があると、こういう風に描きたいな、じゃないんですよね。この知識を身につけなきゃなっていう風な印象を受ける書物が多かったなって思うんですけど、なんか、そう、加藤先生のこの簡略化。いや、すごいですね。すごいし、はい、だって、今見せていただいてる上からの上面図だって、あ、この背面図もそうですけど、うん、ここにこういう線を入れるっていうこと自体は先生がもう、やるわけですよね。うんうん、そこに、元は、こんなんですね。わぁ。細かい陰影をつけることもできれば。はい。線入ってなかったね、これは。ここに足してるんですね、こんな風に。その線をどのくらいの感覚で足したら、起伏がしっかり表現できる上に、あんまり、目に、なんていうのかな、雑な情報としてっていうのかな、雑多な情報として入ってこないくらいの線の、感覚とかを選ばれてるんだろうなーって。あ、はい。あ、ありがとうございます。加藤先生 CM 会みたいになっちゃってますけど、いや、でも本当にありがたい限りですよね。いや、これすごいな。忘れちゃう。脇の下忘れちゃうんですよね。そうですね。何歩書いてもわからないっていうところですよね。はい、忘れたって感じで、なりますね。あ、忘れても本いっぱい最近出てるんで、うん、本で確認すればいいってところもあるんですけど、はい、なんかね、斜め下とかは意外とないんですよね。というので、自分が欲しい図っていうのもありますよ。あの、この角度のこの図が欲しいとか。なるほど。ああ、これの、これあったら便利そうだなって。で、こう、バシャッと撮って。はいはい。だって、僕、大学の学生してたぐらいの時の美術解剖の本のラインナップから比べたらもう全然今便利になってんですけど、なんかそれでもやっぱりあの、なんかの本のコピーのコピーだったりするので、あ、なるほど、焼き直し焼き直しだとちょっと新しい視点とか、なかなか出ないんだろうなと思いながら、こういうふうにね、ちょっと、やって、活動としてやっております。うん、はい。いや、これが、ツイッターで見れちゃうっていうのがすごいですよね。そうね。全然なんか、解説もしてないんですけど、いやいや、あげてるだけなんで、何もしてない。うん、はい。なんか、皆さん、クリエイターの皆さんのお役に立てたらと思ってやっております。はい。もう先生は、ツールは最近はデジタルオンリーですか？ああ、そうですね。アナログほとんどやんないですね。うん。なんか、気がついたら iPad で書いてます。やっぱり、アナログだと、人に渡すのが難しいですよね。確かに。なんかね、あの、写真で、そのアナログの、画像を撮ればいい、伝えられますけども、はい。僕はなんかもう印刷上のあれで、完全な白バッグを作るのが難しいので、デジタルに変えたっていうだけですね。はい。でも当初はアナログですよね。そうですね。もともとアナログだったんで、実はあんまりなんか機能とか知らないっていうのはありますけど、美術解剖の図ってなんか人が模写すればいいから、あの、やっぱりエフェクトがいっぱいかかって模写しにくいとか、なんかあの、再現しにくくならないぐらいの絵でいいので、それは助かってます。はい。で、先生のご自宅の、じゃあその1日1金のタグに戻ると、はい、大体はモデルさんの写真か模型の上からこういうのを描いて。模型描いてますね。はい。で、それを書くときにも先生レベルになると調べることはないって感じですか？はい。今のところは。かっこいい。言ってみて。で、私はちょっとバイアスがかかってるのかもしれないですけど、はい、こういう絵を見ると、あ、加藤先生の絵だなって思うんですよ。はい、はい。それは、色なのか、うん、描き方なのか、うん、
何がこれを持って加藤先生の絵って私たちに思わせるのかなっていうのがすごく不思議だなって思うんですけど。やっぱり手癖が出てるんだと思うんですけどね、どっかで。僕自身としては、癖ない図を描こうとしてるんですけど、この時間で描くとこうなるとか、うん、あと、僕のパレットか。パレットの色をほぼ変えてないですよね、これね。3、4年変えてないのかな。だから最初の本から色変わってなかったんですよ。なるほど。加藤カラー、加藤パレット。なるほど、ね。なるほど。で、たまにこうぶつかる色でちょっと見にくいなと思ったら調節して直してる、うんうん、アップデートを繰り返してる感じだから、そういうのもあるのかもしれないですね。なんか、うん。でもあんまり僕個性を大事に言わないタイプで、個性個性って言うんだけど、うんうん、個性自体はなんか抑えてても出ちゃう、滲み出ちゃう何かなので、はい、別にそこ気にしなくていいんじゃないっていう、はい、ポジション、うん、ポジションというか、感じですね。うん、はい、うん。一日一件、これからもまだ続きそうですか？はい。どの辺で止めたらいいんですか、これ。本の編集にもよるんですけどね。そうですね。ちょっと今度、はい、その件についてじっくりお話をさせていただきたい。ミーティングですね。ミーティングですか、ね。はい。よろしくお願いします。いやー、いいですね。本当に、なんでしょうね。まあ、これは彫刻ですかね。はい。ベースは。はい。まあ、その彫刻の美しさっていうのもあるのかもしれないんですけど、人間って何かを見たときに、もう圧倒的に綺麗だな、すごいなって思うことってありますよね。人間の体って、綺麗なんですかね。ね、よくできてますよね。ね、でもこれはなんかやっぱ美術的な調節が入った体っぽい感じがするので、人間そのものではないかもしれないんですけどね。自然物ってやっぱり見ようと思うと面白かったりとか、あとはなんか虫とか嫌いな人はもう嫌いと思ったら嫌いになっちゃうんで、人間の体が綺麗だなってなってきたらね、どんどん入ってくるんですよね、情報が。もうこの平屋さんとかね、もうすでに美術解剖に何年も勉強されてるので。そうですよ。何年も初心者コースを。なので、なんかだんだんとね、こういう人間の見方ができてきてるんじゃないかなと思いますけど。だといいんですけど、記憶力が悪いだけじゃないかっていう話もありますね。でもまあ、楽しいから、ね。いや、もう本当にそれが一番だと思います。ね。そして、立中さんとお話しするときもこういうような話も出るし、加藤先生とお話しするときはもちろん美術解剖学のこといっぱい聞かせてもらえるし、その二人がここでね、一緒にお話しできて楽しかったです。はい。はい、ではでは、今日の立中流はここまでです。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。